第56回、有馬記念は、第56回、有馬記念2007年から国際競争となっているが、5年連続で外国馬の出走はなかった。なお、同年の外戦門賞馬、デインドリームが予備登録を行っていたが、11月28日に出走を辞退した。11月19日から12月4日までファン投票が行われ、 11月24日に第1回中間発表。最終の有効件数は155,168件。有効投票総数は1441,286票だった。以下の表において、出走場は灰色の枠で表示する。マイネルキッズは、最終追い切り後に微出血を発症し、出走を回避した。枠順は12月22日に発表された。 フルゲートに満たない14頭の出走であったが、全馬が重症化チウマであり、そのうち9頭が GI 化チウマという顔ぶれになった。また、この年の小馬中長距離路線 GI レースを勝った馬がすべて出走するという、近年稀に見る超豪華キャストでの発想となった。過去2年連続2着のブエナビスタは、前走のジャパンカップで約1年ぶりの勝利を挙げ、健在ぶりをアピール。 この競争を最後に引退することを発表しており、優秀の美を飾るかに注目が集まっていた。サンカン馬オルフェーブルは、菊花賞以来の出走であり、コバとの対戦は初めてである。その他には、前奏のジャパンカップでは制裁を書いたものの、同年のドバイワールドカップ優勝馬で、前年の有馬記念の優勝馬でもあるビクトワールピサ、前年のジャパンカップ優勝馬で、 同年の京都大賞典にも優勝した、ローズキングダム、同年の天皇賞に優勝し、ジャパンカップでも、金差の2着と本格化した当選上段、同年の宝塚記念とのグランプリ連覇を狙う、アーネスト・リーラが出走した。ファン投票8位のペルーサは、左前市の座席のためレース前日に、出走取り消しとなった。負担重量は4歳以上ボバ5 7ラム4歳。 以上品馬及び3歳、母馬 55kg、全馬2本、超強馬。スタートで目立った出遅れはなかった。まず、アーネストリーが先手を奪い、ビクトワールピサ、当選上段、ブエナビスタラ上位人気馬がそれに続く。その後ろには、エイジンフラッシュ、ヒルノダムール、レッドデイビス、トゥザグローリーらがつけた。一方、一番人気のオルフェーブルは、 後方2.3番手からの追走となった。前年同様に積極的に飛ばしていく逃げ馬が不在だったこともあり、ペースは上がらず、最初の1000メートルの通過は63.8秒という、近年まに見る超スローペースとなった。対列は特に変わることなく3コーナーまで進んだが、直線に入ったところでは、アーネストリーが先頭を守っており、直後に、 ビクトアルピサ、その後にブエナビスタ、エイシンフラッシュ、当選冗談、オルフェーブルが並んでいた。ここからオルフェーブルが抜け出し、エイシンフラッシュも、バ体タを合わせるように伸びたが差はつまらない。ゴール前では、トゥザグローリー、ルーラーシップラも迫ってきたが、上位を脅かすまでにはいからず、オルフェーブルが三冠競争に続く GI4 勝目を上げた。一方、 これが引退レースであり2番人気に支持されたブエナビスタは直線で伸びをかき、国内では初めて掲示板を外す7着に終わった。ありがとうございます。